あら、何か変な形の紙っぺらが降ってきましたわ。なあ、マリオくんが助けてくれたのか、ありがとう。そっか、あの大きいサボテンに食べられていたのね。なんだ君は、見たことない姿だな。まさか、君が古代人か？そうなのか？祭壇はどうなった？ここに書かれている通りにやったはずなんだが、もちろん私は古代人の研究をしているキノピオだ。この古代文字は古代人が使っていた文字だから、研究者の私には読めて当然だ。お、古代人の先生。その古代人の名はピオ。伝説の古代人ピオ。私のこれまでの調査によれば、ピオの存在を裏付ける重要な証拠がこの砂漠のどこかに隠されているらしいんだ。その隠し場所を探るためこの祭壇を調査していたんだが、今後調査を続けていく中でまた化け物に襲われるリスクは決して低くないだろう。だがまた化け物が出てもマリオくんが一緒ならこんなに心強いことはない。よし、いいだろう。ありがとうございます。よろしくお願いします。一度戻るのかな。さあ、ということで、ついてきますね。あ、一緒に乗るんだ。お、あれは、そう、気になってたんですよ。なるほどね、キノピオさんがそういう役割をしてくれるんだ。でさ、今光っていなくてもって言ったよね。なんかあるのかな、隠しアイテムみたいなのも。コイン普通にありがたいわ。いっそ古代人になりたい。頑張ってください。おお、フィギュアもった。サボテンありがとうございます。さあ、ここですよね。4つの眼差し交わるとき、キノピチュ、眠りより目覚める。キノピチュ、キノピチュとは確か焼け砂砂漠にそびえ立つという巨大な遺跡のことだ。遺跡か。すげえメモしてくれてる。そそり立つ大いなるキノコ、その瞳に火を捧げよ。これあれかな、なんか塔みたいなやつありましたもんね。6人の神官が火をもたらす神を呼ぶ。やっぱ火の神様なんかな。次、神に会いたくば全ての神官に見守られ、この祈りを捧げよう。続きがあるんだ。
そのスイートルームにはあんたとよく似たヒゲで緑の客が泊まってるよ。マジですか？あの緑、街中にある露店を見に行くって浮かれていたぜ。要所要所に出てくんな。要所要所に出てくんな。メモしてくれたか。あの部屋に緑の人がいるということもね、含めてメモをしてくれたと思いますので、行きましょうか。結構大事なポジションなんじゃないの、ルイージさんって。露天ってどっちだっけ、左だっけ。遊んでいかない？やります。ルールは簡単、俺がどんな顔してるか当てるだけだ。わからんわ。おー、それはね、完全にパロじゃないですか、このまとい。いや、根気よく行くよ俺は。これどうなんだろうね、答え一緒なんかな、もしかしたら。全部一緒の選択肢にしちゃったけど、かもしんないよね。ただ実はすでにあんたと同じように負けた選挙がそこに入ってるんで。なるほどなるほど。ゲームオーバーになっちゃうけど、やるやる、じゃあやる。なんだろう、これでルイージさんに会うみたいな、会えるみたいな感じなんかな、どうなんだろう。でもこれなんかことが進んでるようにも見えますよね、なんていうか。正解？もう完全に答えが見えていたというか、そういう感じなんだけど、まあいいか。こする、それで L って書いてあったのかな、もしかして。おお、兄さんありがとう、助かったよ。もしかしてあのゲームで勝ったの？さすが兄さんすごいや。そう、そんなことより今度こそピーチ城の鍵を見つけたよ。マジで。おー、スイートルームの鍵ありがとうございます。
このくだりこのくだりなんか何度かやりそうだね。まだなんとこれホテルのフロントが持っていたんだよ。そいつは驚きだ。そっか、魔人だったか。でね、ちょっと思ったんだけど、これでなんか後ろ行けたりとかしないのかなって思ったけど、そうでもないか。ちょっとあの後ろも気になりますもんね。よし、スイートルーム行きましょう。待った、こっちになんかありそう。じゃあここから出てきたみたいな、そういう感じもしかして。わあ、いけた。こうやっていくんだ。いらっしゃいましたね。ちょっとね、塔とかも気になったので、先にね、そっち調べてみようかなと思って、一度ね、砂漠の方に戻ってきたんですが、センサー研究所を見つけましたね。さあ、ゴールドハンマー。コインが出るんだ、いいね。そういうのもあるんだね。そう、ブーツカーのフィギュアです。ありがとうございます。わあ、いけた。こっちになんかあるんだ。なんか動いてる。テレサさんでしたね。でね、テレサさんはどうやらこうやって見えなくなっちゃうみたいなんだよね。なかなか癖のある敵さんですよね。よし、これは大丈夫かな。よし、では行きましょう。強い。ヒドピオさん強い。ありがとうございます。
おお、カフェか。待ってるんだ。ああ、ご注文？文字でか。クリボーさん小さくないですか？かわいい。これで足りるかな。あいっぱい出てきた。マスター、もっと大きいカップないの？ありがとうございます。とりあえずね、スカスカナの方は大丈夫そうですね。これでさあ、ゴールドブーツ。よし、じゃあいい加減に行きますか。塔の方ね、なんか読めるものがあるかもしれないからね、ちょっと気になりました。スイートルーム行くのもいいかなとは思うんですが、その前にね、なんかあるかもしんない。私の足元に瞳は眠る。やっぱ何かしらのメモがあるんだ。やっぱりで、別の場所、左砂漠でしたっけ、あっちにも塔ありましたよね。一回行ってみよっか、せっかくなんで。ちゃんとね、探索はしていないので、まだそろそろ行こうか。で、あとね、右も行けるっぽいんで、その後に右も行きましょう。牛では引っ張っていこう。いや、あのドクロマークもそうかな。どうなんだろう。おお、やはりか。でね、ここにもあるんですよ。なら、ここにもまたノッポさんがいますわね。行ってみよう。針をまとう双子の足元に瞳は眠る。多分あれかな、ひー神様っぽいよね、この魔法陣。ここにもアイテムとかもあるんだね。お水が入ってる。よし、では右砂漠の方もおそらくこの塔があるんじゃねえかと思うので、ちょっと行ってみようか。さあ、ハリボテテレサ、ありがとうございます。とりあえずね、スコンスカーナとキノピオさんはね、大丈夫だと思います。
こっちは塔ないっぽいね。よし、じゃあ一度戻りますか。よし、では行きましょうか。これが壁の絵の続き、先生お願いします。よし、どれどれ。なるほど、やはりこれが祈りを捧げる呪文のようだ。そして上に描かれた絵はその呪文に合わせた体の動きを表しているようだぞ。さらにこの祈りは美しい声としなやかな体で行うべしとある。といえばオリビア君、レッスン開始だ。お、これでいいのかな。なんか覚えたみたいな感じですかね。そう、砂漠の塔フィギュアですね。ありがとうございます。これでまた砂漠行くのかな。あ、なかった。古代の秘宝、菱形の宝石。これってさ、はめられるんじゃない。え、こんな近くに、こんな近くにあったんだ。かわいい。なるほどね、これをやっていくのかな。おや、この石像の並び方どこかで見たような。しかし微妙に何か違ってるような気もするな。お、動かせますね。こうじゃないかな。だよね。あの棒、なんだか私を呼んでるような気がします。この棒を目の前にすると私の中で熱い何かが込み上げてきますわ。リクエストお願いします。ギンギンモリモリ、川の流れのごとく、壁画の呪文。
じゃあ、ギンギンモリモリで。まさかまた聞ける機会が来るとは。さあ、では壁画の呪文いきましょう。なんかだいぶ思ってたやつと違ったんだけど、そういう感じね。暑いですね。うわー、クパーしてる。これは神に会う儀式が成功したということか。この中に入れば神に会えるのかもしれんぞ。俺は誇っていいぞ、オリビア。入っちゃっていいのかな。行っちゃいますか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。